歌おば、親じゃ声を張りがちゃ、うとうちかしょったと。それじゃあ寂しくなりますが、一時きちくで、涙の縁なぶしです。体験を私しました。親父が認知症になりました。私がで認知症というものはご安門で、高校でこうでこうでというふうな話を聞きまして、実際に調査にも付き添いで行きましたし、まあやったんですけど、実際に医者の言うた医者はちっとしか見知らんと。家まで来て一晩中物を叩く、寝入らんか内科開科するとは見ちゃおらんと。だからおいが一番よう知ってるから、そのやつ
そのあれを30分ぐらい話そうかなと思って今日は準備したんだけど、何も見らんと言うだけに恥じゃなかと、もういっぱいもう思い出もありますし、あの時こうすればよかった、どうすればよかったという悔いもありますし、ですのでここだけは言いたいというのをまあ書いて、やってるんですけど、この会場に自分が認知症じゃちゅう人はおらん最近おかしかったやなちゅう人はおらんか、おらん、一人な、顔を見ればすぐ分かる。大体おや親父もじゃったが、頭がよし、よか2歳と。だけど私ボケてますちゅう人はボケちらんちゅうことになる。俺は絶対ボケちらんねえ。おや親父もは言おった。それで親父は91歳で亡くなりました。大体長生きの家系なんです、兄弟で。親父が85くらいの時に、三つ、俺はもう部落のゲートにも行かんにゃ、決めた。なんか俺はな、耳が遠してな、1番2番3番地とか聞こえん。そうすれば人が見てっちゃ、あの親じゃらボケちら壊し言うじゃろうと、そういう勝手にそう思うわけな。下は言わんと、年やから耳遠かったもねえよと言いながら一緒に芸当すればいいんだけど、それが中で、そこからタタタタタというふうにまあボケていきまして、一つはあの物忘れの延長の認知症と、それからもう一つはその物を忘れるともそうですけど、財布を盗まれたとか、バディが浮気してるとか、飯を貸せるとか、そういうその被害妄想のタイプと大まかに分けて2つあるんだそうです。うちの親父は進んでいった時は農協のモンドマン、俺は認可根拠をこうたて中古を持ってきてる。ジェニハラに行きだりネギッチコンバイケン、コーチュランテロ、何もコーチュランと、あの下ら首がなかろう、座椅子にあの下首がなかろう、そういうとこから始まりました。88の時の祝いを消化すんまーかと言った時に、俺は申し上げよかいらん、とにかく歌を歌わない、あひっこ歌を聴かしおった親父が、歌も歌わん、テレビも見らん、昨日とて見たいは大山信代っちゅう人が、あのコケも来たっちゅう話やが、あの認知症やっちゅうことでテレビでどんどん言おうとな、したらやっぱり先生の話では、なぜテレビを見ないようになるか、歌を聴かないようになるかということを解説しようだけど、実際にテレビを見たところで昨日の番組は忘れちゃう、昨日までの筋書きは忘れちゃうから、面倒くさいから見ろうともしない、歌も覚えようともしない。だからそういうふうに歌も歌わん、テレビも見らんことになった時に、私は親父を思って涙の縁だぶしという歌を作りました。